どうも、吉谷です。今回は、もう念願の音声対談、やっていきたいと思います。緑のやつさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。なんかちょっと緊張してんじゃないですか、緑のやつさん。はい、ちょっとガチガチですね。だいぶガチガチ、さっきと全然ちゃいますやん。すみません。さっき実は、ちょっこと、れね、音声だけ聞いてる人は分かんないと思うんですけど、さっきコンサルをちょっとしてまして、で終わったんで、続けてちょっと対談取ってるんですけど、緑のやつさんって言われてもちょっと、聞いてる方は分かんない人多いと思うんで、簡単に今までのちょっと経歴を、すごい経歴を、めちゃくちゃすごい経歴をちょっとお話ししていただけると。はい。はい。あ、はい。はい。皆さん、どうも、輸入特選隊の緑のやつです。僕の、副業の、歴史というか、いつから始めたかというと、今から15年か18年前かちょっとあまり覚えてないんですけども、それぐらい前から、とりあえずは物販から始めました。はい。で、それから今まで、サイトアフィリエイトをやったり、いろんな、副業、本当いろんな副業、物販もやりましたし、あとセンスもやりましたし、カメラ転売もやりましたし、いろいろやってきて、ほとんど、稼げた時もあるんですけども、あんまり、30万とか40万とかは、稼げないままずっと来て、で、ノウハウも買いまくって、1000万を、もう余裕というか、ずっと、本当はもっと買ってると思うんですけども、1000万は最低買っています。はい。で、今年に入ってもすでに、100万以上は、買っちゃっているんですけども、今年の夏ぐらいからですね、吉谷さんのところで本格的に学ぼうと思って、今年の7月、8月あたりからはですね、もうほぼノウハウは買わなくなりました。はい。はい、ということとりあえで、ずこんな感じですかね。1000万プレイヤーですね、ある意味。1000 万プレイヤーです。ある意味1000万プレイヤー。いや、僕もね、いろんな方にこうお会いしてきたんですけど、結構1000万を超えるって結構、あんまり、言いますけど、そんなに巡り合わないんで。はい。はい。で、さらに言うと、その1000万プレイヤーで、今回音声対談してる理由としては、やっぱ1000万ノウハウコレクターからリアル稼げるようになってきたんじゃねっていうところで、変化してきたんじゃないっていうところで、音声対談のオファーをしたわけなんですけども、直近でね、緑のやつさんが今 YouTube チャンネルを2つ運営されてますよね。はい、見てます。はい、こちら番宣チャンスなんで、はい。こっそりやりますか、それとも番宣しときますか、どっちでもいいですよ。自分のチャンネル名をここ番は、宣してもいいですし、こっそりやりますってことで、どっちでもいいです。まだこっそり。まだこっそりで。はい。じゃあ、まだ。チャンネル登録者数は今、1つ目の方はどれぐらいですか？一つ目の方は22です。22。LINE アット登録者数はは？い。22の方が、2人で2す。人ですね。で、もう1つのチャンネルは？19人です。19人のチャンネル登録者数ですか。はい。で、LINE アットが。9人です。なるほど。で、はい。今回、音声対談取ってる理由としては、そのチャンネル登録者数19人で、 LINE アット9名で、この前人生で初めて商品を案内したんですよね。はい。それで、なん案内と、しました。はなんと、1000万ノウハウコレい。クターから買ったお客さんが出てきちゃったと。これはい。何、はい。何人に売ったんでしたっけ？4名です。素晴らしい。ははい。い。価格は1万円でしたね、確か。そうです。1万円ですね。1万円で4人に売ったと。
そうです、4人におりました。はい、なんかね、吉谷さんみたいな、ペーパルの決済リンクなんかスクショ送ってくれましたからね。どうでした？自分が今まで商品売ったこともないですし、しかもね、LINE アット登録者数9名で、チャンネル登録者数19で、まあ僕の方がね、とりあえず売ればいいじゃないですかみたいな、いろいろ話をこうしてた中で、まあ、僕は緑のやつさんの気持ちには分かんないんで、その時どんな感じでした？人生で初めて自分が商品作って売るっていう、しかも商品ないじゃないですか。ナイ ス。なくて売れみたいな。 どうでした？なんかそのやる前の不安だったりとか、なんかいろんな感情があったと思うんですけど、それをちょっと話していただけると。そうですね、まあ、やっぱり、売る前までは、むちゃくちゃ不安だったんですけども、まあ、今回ですね、まあ、売る商品に僕は絶対な自信があったんで、で、まあ、その絶対的な商品をもう1万円という安い価格で売るということに対して、まあ、吉野さんからいろいろと、そこまで価値ある商品だったら、1万円だったら全然、何て言うかな、自信持っていけるんじゃないのかって言われて、で、あ、そうだと思って、こんな商品、1万なんかで買えるわけないやっていう気持ちが芽生えてきて、それで、まあ、販売したんですけども、まあ、みんなすごく喜んでもらえて、まあ、逆に売ってよかったかなっていう感情になりました。いや、よかったですね。 どうですかね、今まで1000万、僕10年ぐらいって聞いてたような気がするんですけど、さっきの自己紹介だと16年とか17年言うてましたけど、 だいぶ古いですよね。だから僕がネットビジネス始めた頃からってことですよね、要は。一番初っ端は20年ぐらい前ですね。まだマジっ Yahoo すとかがか？ない前ぐらいに、物販やり始めたんで、多分20年ぐらい。へえ、それちょっとお聞きしたいんですけど、まあちょっと話脱線して申し訳ないんですけど、なんでノウハウコレクターになったんですか？ だって20年前からも知ってたわけじゃないですか。それなんで今はノウハウ買わなくなったわけですよね。当時を振り返ってみて、自分がなぜノウハウコレクターになってしまったのかっていう、ちょっとお聞かせいただけると。ですね、完全に中毒ですね。中毒、具体的に言うと。多分中毒というか、はい。ですね、まあ、ノウハウコレクターも、まあ、2本、まあ、3本買ったらノウハウコレクターっていう方もいると思うんだけど、まあ、10本買ったらノウハウコレクターっていう方もいると思うし、100本買ったらノウハウコレクターっていう方もいると思うんですけども、多分吉谷さんとかだったら知ってると思うんですけども、ノウハウコレクターも、ひどくなってくると、もう買ってダウンロードさえしないんですよね。なるほど、買ってダウンロードしない。 緑のやつさんはもうなんか、その状況まで行ったってことですか？そうですね、買ってもダウンロードもしない、買ったら気が済むみたいな。なるほど。じゃあ、まあ、セールスレターを読んで夢の中に行って、夢心地終了みたいな感じですかね。そうですね、多分そこが本当マックスですね、その買った直後が。ああ、もう俺買って億万長者だなみたいな感じですか。そうですね。でもまあ、でもそれを繰り返すわけじゃないですか。学習能力的な、ちょっとすみません、強い言葉になっちゃうかもしれないですけど、まあ、毎回繰り返すわけじゃないですか。それじゃあ、なんか麻薬的な感じってことですかね。麻薬なんですかね、でも、とか、まあ、雑誌買う感覚ですかね、それが。ああ、なるほど。雑誌を買う感覚か。なるほど。それは新しいですね。確かに。ああ、それちょっと分かりやすい例え話かもしれないです。雑誌を買う感覚ね。なるほど。それいい例え話ですね。
じゃあ何万円とか何十万円、ただその雑誌がたまたまその雑誌が何万円とか何十万円だったっていうだけの話ですね。たまたま。たまたまちょっと単価が高かったっていう。単価が高かっただけみたいたまたまね。たまたま単価が高かったと。じゃあその送られてくるメな。はい、ルなんマ、で、はい。なんであのね、今から10年ぐらい前かな、ホリエモンさんがですね、はい。なんか DVD のなんかね、10万円組ぐらいのね、なんか出した時あるんですはい。ああ、あよ。りますね。知ってますね。はい。人は、はい、多分僕ね、はい。送られてきて、1枚目を多分開けて、初めの10分ぐらい見て、多分残りの、5枚か10枚か分かんないんだけど、多分いまだにビニールの封は開けてないと思いますね。マジっすか？ビニールの封は開けてない。多分 だってあれ、ホリエモンの DVD セット10万以上しましたよね、多分。しました。ですよね、それぐそれらい動いちゃだ、ってます。多分それぐらいだったと思うんですけど、なんか起業家なんいいとことか、分かったと思います。なんか高かったですね、まあまあ。なんかシルバーかなんかのボックスに入っそうてそうね。そうそう。へえ、それで、も多分。買ったけども、一巻ちょっと見て、そう。封はもう開け気がて済ない。むみたいな。それはもうメルカリで売ればいいんじゃないですか。新品 そう、ほぼ新ほ品ぼで。新品で。はい。まあ、それぐらいひどくなったら、それぐらいになってくるんでしょうね。ああ、それはその、まあ、ということは、緑のやつさんはお金持ちだったってことですかね。いや、というか、ただ単に、はい。もう、そっちの方にお金をつぎ込んでいただけなんですけどもね。ああ、まあ、その、なんか趣味とかあるんですか？趣味は結構いろいろあります。ギターとか、はで、一時期はスロットとか、はい、い。はい。もじゃあ、う、釣りとか、いろいろ。そこにお金が使わなくなって、まあ、高い雑誌を買うようになったって感じですか？そうですね。なるほど。そんな感じです。アドレナでリもン多出るみたい分、な。この動画今見てくれている方で多分、ああ、分かるって思ってくれる方何人かいますと、いると思いますよ。まあ、それは多分いると思います。それいると思って僕はお願いしてるんで。いや、間違いなくいると思ってるんで、それをね、どうそのね、そういう状態からなんで緑のやつさんは変わったのかっていうところをお伝えしていただいて、まあ、勇気をこう、ね、持ってもらおうかなと思ってお願いしてるんで。まあ、実績で言うと、ぶっちゃけ言うと4万円しか上がってないわけですよ。だから月収100万円稼ぎましたとか、なんか売り上げめっちゃ作りましたっていうわけじゃないじゃないですか。そうですね。結果はまだ4万円の売り上げなんで、結果は弱いわけですよ。ただ僕が強いなと思ったのが、そんだけノウハウコレクターで、高い雑誌を買い続けて、そのアドレナリン出してるのが趣味ですみたいな人が、なんで変わったのかっていう、そこに価値があるんで。でもそこだそだからそこがみんな聞きたいところだと思うんですよ。だから聞いてる方でノウハウコレクターで、緑のやつさんと一緒で、まあ、その買って満足、要は買って終わりっていう人結構多いと思うんですね。で、しかもその歴史が20年とか10 すごいじゃないですか。だからそのなんか習慣化されてますよね、もはや。だから前僕がびっくりしたのが、吉谷さんと最近メルマガを全然チェックしなくなったですみたいな。今まで毎日メルマガチェックしてたんですよね。そうですね、忙しかったですね。忙しい 忙しかったですよ、日にも。有名大御所から送られてくるメルマガをひたすら開くみたいな。そうですね、もう毎日もう朝からずっとチェックをして、昼間の隙間の時間もチェックして、夜も見て、それで一日終了みたいな。すごいっすね。でもね、自分はなんかそれですごく作業をやった気になってるんですよ、それが何年間もずっと。それが作業みたいな。それがなんか、俺今日もやったみたいな。ちょっと待って。俺今日もメルマガチェックしたぜみたいな。
俺今日ネットビジネスやったみたいな感じになりますね、それ。お、面白いな、それ。なるほどね。あ、それメルマガ読めば読むほど、なんかやった気になると。そう、そうやってね、なんか自分がなんか、なんかスキルが上がったみたいな感じがして。スキルでがもただ、そう、なんか ただ、なんか変に普通になんかね、少しネットのビジネスのことが詳しくなっただけみたいな。で、それも徐々に徐々に、まあ、薄い情報なんで忘れていくみたいな。なるほど。今となったら全然覚えてないみたいな。それちょっとメルマガ毎日チェックは何年続けたんですか？大体。やっぱずっと、5年は続けましたね、間違いなく。5年5毎年は日、間違いない。5年毎日チェックですか？5年も、はい、毎日忙しく。まあ今、今度、年変わるじゃないですか。はい。お正月とかもメルマガチェックしてました？あ、もうもちろん。チャンスですね。チャンス。メルマガチェックチャンチャンス。ス。なるほど。はい。へえ。それで、まあそういチャンう、スですね。まあね、習慣があって、なんで買われたんですか？間違いなく吉谷さんと出会えたからですね。もうこれは間違いないです。いや、でもですよ、この音声聞いてるってことは僕に出会ってるわけじゃないですか。あ、そうですね。僕の媒体見てるんですよ。で、僕の媒体見てても変わってない人も全然いるので、しかもドリームアカデミア入っても変わってない人もいるわけですから、僕もたくさん商品売ってますけど、じゃあ僕の商品買ってくれた人が全員変わってるのかっていうわけじゃないんですよ。ドリームアカデミア最上級のドリームアカデミアに入っても変わらない人もいるんですよ。だから僕に出会ったから変わったっていうのは、まあちょっと表面的な部分だと思うんで、もうちょっとなんかあります？これは実はあまり言いたくないんですけども、言いましょう。いっちゃいましょう。言いましょうか。言いましょうか。ちょっとね、まあみんなとか、まあみんなか、みんなね、まあ、吉谷さんの価値に気がついてないんですよ。あんまり褒めるとまずいですかね。いや、全然、まあ、率直に言っていただいて、これが、僕も聞きこれたいんが、で。うん。はい、まあ、これが僕の、まあ、本当本心なんですけども、みんな、本当ね、吉谷さんの価値に気がついてなくて、それで、これが僕がですね、今からもし10年前とか、8年前とかに、まあ、5年前に吉谷さんと会ってても、多分僕も吉谷さんの価値に気づけなかったかもしれないんですけども、まあ、僕はもういろんなインフォプレな、情報発信者の方の情報を買ってきたり、まあ、塾に入ったり、コンサルを受けたり、まあ、いろいろ、まあ、買ってきて、まあ、接触してきて、それでやっと、今、吉谷さんの価値に気づけているんですよ。でも、そこまで情報発信とか、情報、商材とか買ってない方は、多分、吉谷さんをただ普通の、情報発信者の人と見ているんで、吉谷さんの話を本当真剣に聞けないとか、で、まあ僕が言いたくなかったのは、あまり吉谷さんの人気が上がると、まあ僕が吉野さんと関わる時間も減るとかなと思って。だからまあ言いたくはなかったんですけども。なんか 独まあ、占したいみたいな。チャンス。今僕、本当すごいチャンスと思って て。ビットコインだっのて本上当がるに、前を独占したいみたいな。ビットコひっイそン、りと僕から、ビットコイン1こっそ円りとね、を。吉野さん。なるほど。もうね、僕はこっそりとね、吉谷さんの時間をね、僕はね、本当は取りたかったんですけどもね、あんまり言いたくなかった事実なんですけども、本当、みんなは、僕はまだまだみんな、もっとすごい、もったいないよって言いたいですね。じゃあ、まあ気づくためには1000万ぐらいいろいろ買わないとできないですかね。 多分あれだと思うんですよ。でも、まあ、あれ僕ね、前その塾生さんのあやさんから言われたことがあって、一緒にご飯食べてたんですよ。で、吉谷さん、ラーメンで何味好きですかって聞かれたんですね、あやさんに。
で、どちらかというと味噌ですかねって言ったら、吉谷さん、なんで味噌になったか分かります?みたいな。なんで味噌が好きってなったか分かります?それは吉谷さんが今までいろんなラーメンを食べてきて、その比較対象があるから味噌っていうのを選べたんですよ。だからつまり、いろいろな味を試したから今味噌なんですよ、みたいな話をしてて、あ、確かに味噌を選んだ理由は、まあそうやな、みたいな。それですよ。それ。そこです。そこを本当、ものすごい味噌ラーメンを食べてきた。だやっぱいろいろやっぱ経験しないと分かんない部分はそれはありますよね。緑のやつさんはもうね、相当買ってきてるんで。そうですね。なんていうかな、星の王子様っていうカレーあるの知ってます？子供が食べるカレー。星の王子さんも懐かしいですね。8歳ぐらいの子供が「カレーめっちゃ美味しいんだよね」って僕にもし言ってきて「何食べてるの?」って言ったら「カレーの王子様」って言うとね、同じですよ。お前もっと他のカレーいろいろ食ってから、ジャマカレー、バーモントカレー、ココイチのカレー、いろいろ食ってから初めてお前は 星の王子様が美味しいと言えよって。なるほどね。なるほど、なるほど。まさか星の王子様カレーが出てくるとは思わなかったですね。意味分かんなかったかも、い分かんやないでや、すでけど、も面白いですそんね。な感じ。まあなんか1000似万た、ぐらい、いろいまろこうね。あ、あ、いいっすいいっす、言ってもらって。いや、本当、本当、もういろいろカレー食べてから、星の王子様と言えと、まず。なるほどね。まあ今、緑のやつさんから、まあそういう、まあ僕も例え話しましたけども、僕はですね、この音声聞いてる方にも声を大にして言いたいんですけど、別に1000万使わなくてもいいよっていう、まあお金正直戻ってこない部分もあるんで まあです僕がお伝えしたいのは、僕のなんかこれ上から目線ですげえ、なんかお前何言うんだってなっちゃうかもしれないですけど、早く価値に気づいて早く買っといて、僕の言ったことを素直にやっていただきたいなっていう。例えばそのドリームアカデミアもどんどん値上げしてますし、コンサル料金もどんどん値上げしてるんですよ。だから早いうちに価値に気づいて、早く一点突破で僕の言うことをしっかりやっていただいたら、まあ安く費用対効果得られるんじゃないかなと僕は思いますけどね。でしあ、ょそう、そのとおりそうですね。で、正直その緑のやつさんも先ほどちょっと言ってましたけど、僕も今できることと10年後できることって変わってくるんですよ。だからもうぶっちゃけその、一般の方に商品も売らなくなるかもしれないですし、もうドリームアカデミアの塾生さんじゃないとサポートしませんっていうふうになるかもしれないし、10年後どうなってるか分かんないですよ。少なくても僕はどちらかというと、あと3年経ったら僕は投資かというかね、投資をメインでやっていこうと思ってるんで、ドリアカのサポートはやりますけども、自分がなんか商品売ってサポートするってことは多分もうなくなってくると思うんですよ。だってやる必要がないので。僕はもうなんか自分が自由に生きてればそれでいいかなっていうタイプなんで、売り上げもそんなにガンガンね、月1億上げようとかそういうの全くないんで、自分の自由な時間と自分が飯食える収入さえあればそれでいいんで。だからそうなってくると商品も売らなくなるんですよね。僕が投資で売り上げ作れたらもう売る必要ないじゃないですか。だから商品買ってくれた方にはサポートする義務があるんで、その義務は果たしますけど、もう新規で商品売らなくもなるし、もう売るってなったらもうコンサルも最終的に1000万にしようと思ってるんで、で1000万だったら払えないじゃないですか、普通の人。ですよね。僕は本当にマジで1000万もらっても1億リターン出せる自信しかないんで。でもその人がちゃんとやってくれないとダメですよ、僕が言ったことを全部。でもそれぐらいのやっぱ経験は僕はしてきてるし、実際に売り上げも作ってきてる経験もあるので、それを全部お伝えすることもできるんで。実際にお客さんから億万長者も生まれてる事実もありますし。まあそれぐらい僕は自信がやっぱあるっちゃありますね。なんか僕自慢になって、なんか全然もう再生されてないかもしれないですけど ちょっと緑のやつさんの話に戻しましょう、ちょっと。じゃあなんで、まあそのいろいろな商品を買ってきて、まあ僕の価値に気づけた理由って何ですか?なぜ気づけたんですか?なんでなんですかね。
もういつの間にかですかね。いつの間にか、まあ、僕もですね、初めの、3回、4回ぐらいはですね、なんていうかな、少し、あ、またこの人だ、みたいな感じで、あ、またこの人動画に、なんか関連動画載ってるみたいな感じで、初めは僕もね、そんな数回とかでは気づけなかったですね。なんか車に乗って喋ってるみたいな人、で、それもまさか GTR とかとも思ってなかったし、なのじで、まあ、ゃあ気づいた時に、最初スルーしてたわけじゃないですか。なんかまあなんか言ってんなこいつみたいな。そんな感じです。でそこでなんかその深く動画を見るようになったのがなんかあるんですか？多分どこかのタイミングで多分あったと思うんですけども、ちょっとね、それが、どの動画は覚えてないですね。ああ、じゃあまあ何かの動画、まあ動画も大量にあるんであれですけど、その何かのタイミングでまあちょっと深く見たと。でそれがきっかけで、で僕の動画を結構見るようになったって感じですかね。そうですね。でじゃあ結構見る過程の中でどういうその考え方というか何か変化ってありました？見れば見るほどどういう何か変化とか、何か自分の中で変わっていくものってありました？見れば見ていくほど、やっぱり説明というか、動画の内容も間違いないことを、確かなことを言っているし、やっぱりあれですかね、もう圧倒的なやっぱり動画の本数、作業量ですかね、そこが、そこ、やっぱりそこなんですかね、あ、そこがなんか他とちゃうぞと。やっぱそこですかね、今思うと。その深く見た理由っていうのが、なんでこの人こんなにバカバカアップロードできんだみたいなところが人と違うから、なんやろなみたいなとこっすかね。そうですね、何やろかですね。でもね、僕申し訳ないですけど、なんかいろんな動画アップしてるじゃないですか、意味わかんない動画も。まあぶっちゃけその僕が売ってる商品っていうのは、ネットでどう売り上げを作っていくのか、どう稼いでいくのかっていうのは商品だけれども、全くそれとは関係ない動画もいっぱいアップロードしてますしてるじゃないですか。そこに対してはどう思ってました？そこに対しても、初めは何をやってるんだろうかなだっまあたんそでりゃすけそうどですよね、も、そりゃそうですよね。今 もう今となったらこうニヤニヤしながら見てる感じですかね。あ、逆になんか違う動画の方がおもろいみたいな。そう、一人でなんかもうなんか突っ込むみたいな感じ、一人で何やねんみたいな感じなんやねんこの動画みたいな。で そうそうそう、ようあ何げやたねんみたいな感じ、な。一人。ようあげたなみたいな。なるほど。でもね、ああいう動画があるから、他の動画も多分引き立つと思うんですよね。なるほど。そのネットビジネスのことばっかり喋ってたら、多分それはそれで飽きてたかもしれないし、僕は必要かなと思いますけどね。ああ、これはね、一応僕の中で言いたくないんですけど、戦略の部分はあるっちゃあるんですよね。ああ、やっぱり。これね、一つ事例がありまして、これは今 YouTube じゃないんですけど、僕が一番最初表に出た時って Facebook だったんですよ。で、Facebook で多分2000万ぐらいは作ったんですね。で、当時僕 Facebook でどういうことをやってたかっていうと、変顔写真をひたすらアップしてたんですよ。変顔写真を1日10枚とか20枚アップしてたんですよ。で、なんでそれをアップロードしてたかっていうと、まず変顔の写真をアップロードする人がほとんどあんまいないんですよ。だからだから目立つ、まず目立つじゃないですか。なんだこいつってなるんで。で、まあフックは、で、Facebook ってアプリ立ち上げる時間って人それぞれバラバラなんで、アプリ立ち上げたら変な顔が出てくるみたいにしたかったんですよ。だからもう、1日20投、多い時は1日40投稿とかしたんですよ。Facebook で。で、一回クレームが来たんですけど、なんか、吉谷さん、やめてもらえますかみたいな、なんか、Facebook のアプリ起動したら、吉谷さんの変顔しか並ばないから、ちょっと勘弁してもらえますかみたいなクレームまで来ましたから。で、なんでそれやってたかっていうと、僕、コピー書けるわけですよ。昔コピー、今あんま書いてないんであれですけど、コピー書いてたんで、その、
変顔してるやつだけど、コピー書くときは Facebook で2000文字とか書くんですよ。だから、その一撃のコピーが、ギャップがありすぎるじゃないですか。変顔を毎回してるやつがいきなり真面目に2000文字とか、しかも Facebook の文字量じゃないので。だから、その一投稿に一撃をもたらすために、実はそのバランスですよね。をつけてたっていうのはありますね。はい、だからその一、だから一撃の投稿で売り上げ作るみたいな。まあでもあれですね、それもコピーの力があるからね、やっぱりその変顔が、まあそうやっですぱね、り、それは活かせますもんね。まあ、文章も変な文章だったらね、読まれないですからね。さすがに。まあ、やっぱこいつ変な顔しとるんか、みたいな。変な、こいつやっぱ変だな、みたいな。嵐になってました。そう。だそれはまあ自分の中で戦略としては、まあそう、他がやってないから逆にやって、まあそこで優位性を立つっていうのはまあ戦略でやってましたけど、まあそれがまあ YouTube に移行した時に、まあそれが染みついてたのか分かんないですけど、まあとりあえずでも YouTube はいろいろテストっていうのもありますね。でも、やっぱり吉田さんは、そんな企画というか、なんか、どんどんアイデア出てきますもんね、いつも喋ってたら。量こやれっでてもるんかいで。ぐらい、全然こっちが追いついていかないぐらい、これやってみたら、これやってみたらって。まあそれは量やってきてるからですね、それは。あ、そうなんですか。本当いつただ、も、あとは、まあ今日のコンサルでもそうでしたけど、やっぱその僕、引き出しまあまああると思うんですけど、その引き出しを引き出せるのは、結局そのお客さんの質問の質だったりとか、やってるステージによってやっぱ変わってくるんで、お客さんも何もやってないと、僕の引き出しってやりましょうだけの引き出しになっちゃうんで、あ、そうですね、それは本もち当。ろんね、もちろん切り口を変えていろんな切り口で動画を撮ってきますけども、今日ね、緑のやつさんにコンサルでアドバイスしたことも、多分あれやってもらえば1000万ぐらい上がるんですよ、絶対。そうですね、本当、もう毎回毎回、レベルが高くなっていくのを、すごい感じ出しました。いや、本当に今日教えたことはやってもらえば1000万1億作れる内容なんで、てかあれどうあがいても断りきれないんで、お客さんが。ですよね。どうあがいて本当もおに。客さん断りきれないですから、あれやってもらえば、だからその下手な集客術とか下手なセールストーク学ぶよりかは、もうあれシンプルにやってもらうだけで売り上げは作れますから。だそれも思いま引き出す。それの今回の僕の回答を引き出せたのも、緑のやつさんがやっぱね、変わってくれたからですよね。そうですね。だって動画ももう、だって動画も2チャンネルで合計何本ぐらいアップしてます、今。もう多分300何本ぐらいは、もう300300本本ぐぐらいらかい行ってな。ますよね。300本ぐらい行ってると思う。ちょっと数えてないんだけど、もうかなり行ってます。その行動できない人多いんですけど、なんでその動画のアウトプット300本以上、今は毎日動画投稿って当たり前だと思うんですけど、なんでそこが行動できなかったけどできるようになったんですか？これはですね、ちょっと恥ずかしいんですけども、前も一度言ったんですけども、吉谷さんに嫌われたくないから。嫌われたくないから ホモじゃないんですけども ね。本当もうそこなんですよね。なんでやらないと嫌われると思ったんですか？だって、ね、何もやらないやつなんかね、相手できないというか、吉谷さん困るだけだと思うし、まあ本当困おりま互いす良くないだろう し、まあお互い良くないし、僕も非常に困りますね ほんで、多分毎回毎回コンサルの時に、いや、今日何もやってません、やってませんだったら、本当何やってんのかも分かんないし、もう間違いなく嫌われるなと思ったんで、で、そしたらですね、もう先ほどの僕のそのチャンスがですね、もうダメになっちゃうんで、吉田さんが今、吉田さんの時間をね、今こう取れるときにね、取ってもらわないと と思いましてね。なるほど。じゃあ僕に嫌われたくないためにやったと。
そうですね。そこが一番大いきいですやー、それはちょっと共感しづれな。それはちょっと緑のやつさん特殊ですよね。特殊、そうですね。特殊、特殊技乳特選隊ですね。でも多分あれですよ。多分これ聞いてる人の中でも多分、5人は、って分かる分かるって多分言ってくれる人いる5と思い人まはすね、よ。5人はね、吉谷さんに5人 吉谷さんに嫌われたくないから行動するみたいな。それどうかな。でも、なんかな、そこも、なんかね、こびるとかそんなんじゃないんですよ。なんか、ごまするみたいなんじゃなくて、本当こういうふうに、思ってる人は、5人はいると。ありがとうございます。まあ動機は、まあ理由はどうであれ、まあ変わっていただいたんで、まあ僕は嬉しいですよ、本当に。だから本当に冗談抜きで、2019年一番嬉しかったのが、義乳特選隊緑のやつさんが行動できたことです。ありがとうございます。で、あとは商品も売れたっていうね。もうこれで、まあ、緑のやつさんからもこう連絡いただきましたけど、吉谷さん、感謝されましたみたいな。こんなに感謝されました、嬉しいですって来たのが、僕も嬉しかったですね。だからみんな、まあ、ぶっちゃけその誰でも人から感謝されることできるし、誰でも僕は売れると思ってるんですよ、僕はね。でも多くの人は私なんかって思ってできないんですよ。だからその緑のやつさんがやっぱその私なんかって思ってる人に希望を与えてほしいなと思って、これから本当頑張ってほしいなと思うんですよね。だって尋常じゃないですか。だってもう20年ぐらいもう知ってて、ノウハウも1000万以上買ってきて、毎日メルマガチェックするみたいな、5年ですよ。そっから変わるってなかなかないっすよ、マジで。だって変わらなくないですか、大体。大体変われないですから。そうですよだっね、て多分ね、か、まなかなか難しいですかあ、ね。だから僕に出会って動画300本作りましたっていう人もなかなかいないですよ。そうなんですか。いや、いないでしょ。みんなやろうかなぐらいで終わるんで、もしくはやってもちょっとで終わりますから。もったいないですね。もったいないって、10何年間何やってたんですか。 結構週刊誌、高い週刊誌買い続けてきたっていそう。ホリエモンの長も。DVD、ホリエモンの DVD パッケージ上げてないですよね。 何してんすか。まっさらです。まっさら。ボリューム2からまっさらです。いや、なかなかファンキーですよね、それ。もうもはや見ないっていうね。もう見ないですね。もう。いや、その極地からね、やっぱここに行ったっていうのは、本当僕は嬉しかったですね。ございます。ということで、結構すみません、なんか最初10分、20分って言ってたんですけど、もう38分、40分ぐらいになっちゃってるんで、すみません。最後にその、まあ、緑のやつさんが今、買われたわけじゃないですか、今、もうアウトプットも当たり前のようにできますよね、毎日投稿も当たり前ですよね、今。当たり前にできますね。ですよね。で、その聞いていただいてる方で行動できないとか、なかなか動けないとかの、僕も緑のやつさんと一緒でノウハウコレクターなんですっていう方に対して、なんかメッセージ最後なんか言っていただけると助かります。そうですね。ここまで、動画を見てくれて、本当ありがとうございます。ここまで見てくれたんで、本当、僕の本音はですね、さっきも本当言ったんですけども、吉谷さんのね、価値に気づけって言っても、多分なかなか、わからないと思うんで、なんていうかな、僕が一つ言ってあげられることとしたら、やっぱり、吉谷さんを信じて、吉谷さんにもうアドバイスをしたら、本当、1アドバイスしたら、もう2も3も4もで返してきてくれるんで、本当、吉谷さんの言うことを信じてですね、あとは自分が、手を動かせばですね、本当、
ノウハウこれからもね、達成するはずなんで、ぜひね、頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。なんか言い残したことないですか？大丈夫ですか？まだ、ちょっと言い切れてないんで、じゃあ、また次回とまいうこたと次で。回、次回あるんかい。次回あるんかまたちょっと、い。まあでもね、僕はチャンね、ネル？はい。あとチャンネル登録も言ってないしね。そうですまね。た、番宣もしたいですもんね。てか、番そう、宣したいしでたす。方がそいいれでですたよ。ま。番宣、はい。まだチャンネル登録者名も言ってないんあ、そうで、ですよね。はい。また、次回に、そうですね。いよいよ発表ということで。いよいよ発表でもプロダクトローンチじゃないですか。義乳特選隊緑のやつプロダクトローンチになっとるじゃないですか。うまいっすね。あえてここでは言わず次回に持ち越しと。誰も期待してないかもしれないですけども。今チャンネル登録者数が A チャンネルが22です。22で B チャンネルが19です。19で、それで売り上げ4万上げてると。1万1万の2万ですね。すいあ、ません。1万で2万。1万の2万の話ではい。すね。で、その LINE アット9名のところでしたっけ？1人と3名で売りました。あ、1人。1つのチャンネル1名と、はい。もう1つのチャンネルで3名に。ああ、なるほど。じゃあ、A のチャンネルで1名、で、B のチャンネルで3名みたいな感じですか？そんな感じですね。ああ、なるほど。素晴らしい。まあ、なんかね、その、まあ、ちょっと話すみません、長くない、もうちょっと早くもう終わりますけど、要は、その数が少なくても売れるんで大丈夫です。だって、その、多分ね、売れてないんですよ。だって、LINE アット9とか10ぐらいじゃないですか、リスト数で言うならば。で、そこに対してもう売れるんですよ。だから、そのどうやったら売れるかっていうところを、やっぱ本当なんだ、まあ、僕もこの前無料の情報企業なんちゃらっていう無料の講義も作ったんで、それやってもらって、まあ、売れるんで頑張ってほしいなと思います。はい。ということで、まあ、次回もあるということで、次回年内に取れるかわからないですけど、次回も乞うご期待ください。はい。ということで、今回は義乳特選隊緑のやつさんスペシャルゲストとして音声対談させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。